はい、始まりました。はい、なんでいつも拍手なんか、よみたいな。よみたいなね。はい、ということで、今回、うん、やばいっすよ。やばいですか。はい、はい、いつも言ってますけど、最近言ってないか。最近はまだ、うん。琴音さん、車、アメ車なり、うん、まあ、国産なり、うんうん、ちょっと可愛い、イケてる、古っぽい車欲しいって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。見つけました。見つけた。あ、そうなの。見つけちゃったんですよ。はい、なんかね、多分ね、いいって思うような車。へー、はい、ちょっと今変なイントネーションだったんですけど、ね、車ってなったね、はい、結構可愛い、可愛い、渋い車見つけて、うん、それをちょっとね、今日見に行こうかなと。おー、楽しみ。はい、アメ車屋さんですか。まあ、アメ車屋さんっていうよりは、まあまあ、アメ車も売ってたりとか、普通の車も売ってたりとか。アメ車メインでやってるんだけど、普通の車も取り扱いあるよ。そうそうそう、で、ちょっとラッパーの人で、そう、名古屋の、はい、僕は何回かもう会ったことあるんですけど、うんうん、そこにも遊びに行って、うん、やばい車があって、そこ行こうかなっていうのと、はい、もう一個あるんですよ、うん、日本の国産の旧車が、いいね、いっぱいありまして、あんまりうちの動画じゃね、見る機会ないじゃん、うんうん、なんでちょっとレア車があるんで、それもちょっと、もしよかったらね、はい、ゆうたろくん2台目行ってもらって、まさかの俺っていう感じで、今日はホットロットとパンヘッドで、はい、いきます。この組み合わせないよね。ないね、今まで。なかなか ねえ。パンヘッドはもちろん琴音さんが。いや、リュウトロ君っすよ。あ、俺俺なの。免許取ったから、ほら。いや、ちょっとまだ私が怖いわ、リュウトロ君に。あ、逆に。まだ貸せない。え、うん、置いてかんでよ。はい、ということで、パンヘッドね、俺乗っていく。いやいや、私が乗ります。私が乗ります。はい、まあ、いきますか、じゃあ。はい、行きましょう。
たの辛そうに見えるよね。ドンキーコングですから。確かに言われてみればそうだ。はい、ピノキオです。ピノキオ。余裕。楽しそうだった。いっぱいですね。すげえ。どうでした？超楽しかった。楽しかった？最高。いいね。うん。ヘルメットいいじゃん。本当？うん。いいね、ナチ。いいね。はい、ということでロックスターハウスのオーナーさんのルームくんです。はい、こんにちは。お願いします。お願いします。ラッパーもやってます。目の前転がるチャンス、落書きまみれ錆びた人生、誰も触らない物なガラクタ、それが味となる。ヤクルトです。ヤクルト回しますか。はい、ヤクルト。はい、え、ラッパーがメインなんですか？ここの車屋さんがメインなんですか？遊びがメインです。遊びがメイン。まあここのガレージ見たら伝わりますもんね。まあ、めっちゃね。あとでちょっとじっくり。車早速ありましたよ。あった。どれ、琴音さん、あったって。見に行きます。はい、見た。いいですか、見て。どうぞ、適当に。撮影中タバコ吸っていいですか？あ、全然。いっぱいあるよね。いっぱいある。え、これなんてどうですか？大きいね、ちょっと。あ、いいじゃん。ちょっと大きいよ。90年代そう、ラムで一番ちっちゃいサイズ。サイズがあるんですか？そう、ショーティーとミディアムとロングがあって、一番小さくて、でも足割りはこれレース仕様なので。あ、レースするんですか？そう、これはちょっと高い。だから普通にラム乗りたい人は買わない。あ、そうなんですね。このやつカーボンですからね。そうそう、カーボンでね。すごい、映るかな。違う、これはこいつ大きすぎるね。色可愛いんだけどね。じゃあこちらは。これはもう大きさで言うともう無理じゃん。ウインチついてますから。ウインチって何？いいじゃん、引っ張れるよ。これでパンヘッド引っ張ったら、うん、引っ張れる引っ張れる。これこれこれ、ウインチバックで引っ張るってこと？そう、あ、バックってか、ここ、うん、止めたまんまでピッてウィーン。何それ、すごい。こんなのあるんだ。どうですか、ジープは？いや、ちょっとジープも大きすぎる。かっこいいけどね。大きいっすよね。大きさがネックね。大きさマジ大事だから。大きさネックね。でもまあリッキー君多分考えてくれてるよ。まあさすがにね。さすがに。どうですか、キャデラックは？わー、いいね。長いね、これもなんか全部これいいな。しか言ってない。全然全然長いけどさ。長い。オーナー、オーナー。すいません。しか言ってないです。文句。まあ車は文句言いに来るところですからね。ありがたい。ありがたいです。多分でかい。ちょっと長いかなこれは。こういうのも似合いそうですよね。うん、似合いそう。うん。本当に？うん、赤とかね。なんか色ついてるのいいなやっぱり。あれちっちゃいので言ったら水色とかね。水色。あ、うん、あの辺も。あ、あの水色。うん、え、なんかすごい高級車そうだよ。可愛いよね。いいじゃん。あ、これいいじゃん。あ、横並んでみ。ちょうどほら、もうトリフもついとるし。トリフいらないです。めちゃくちゃいらないです。うわ、これ、いいじゃん。早そうだね。うん、いいじゃん。ちょっとこっち向いてもらって。どう？私のっぽい雰囲気出して。おー、いいね、いいね、いいね。マジやめて。え、これ何ブルー？何ブルー？これマイアイブルー。マイアイブルーかっこいい。めっちゃかっこいい。爪と。本当だ。あら。おそろだ。リキ君800万でありがとうございます。すごい。全部ローンこっちで。あ、じゃあそうしましょう。800高いですちょっと。こっちはマカンですか？こっちマカンですね。外に乗りやすいですよね。かっこいいねこれ。いいよね。これいいじゃん。並んでもらって。これかっこいいじゃん。なんかお金持ちそうだよ。あ、マダム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 な感じがする。マダムちょっと奥様、奥様、奥様やだな。可愛げがある方がいい。サイズ感いいよね。いい、いい、いい。ミニの四駆。いい、あ、四駆なんだ。めっちゃいいじゃん。これ年式何年式ぐらいなんですか？何年なんだろうね。あ、でも新しいですよ。何年なんだろう。あれ。車屋さんだよ。はい、車屋さんです。いいじゃん。これ、うん、可愛い。こういうね、パンヘッドにちょっと毛が生えたぐらい。すごい、結構しますね。すごい。本題行きます？ね、見たい。もう見えてるんですよ。
あ、これこれあ、こっち来た、めっちゃお客さんの、お客さんのだったどれこれです、これどうですか、サイズは完璧だけどでしょ、かわいいじゃん、かわいいでしょ、え、かわいいじゃん、ほらえ、かわいいじゃん、やっぱでかいでかい言うから二人乗りだし、あ、二人乗りなんすか、しかもこれ、あの、あれ、オートマよ、珍しい、あ、へー、乗れる、そう、来た、え、二人ってどこに乗るんですか、前と後ろですか、前と後ろじゃないですよ、え、ここね、二人乗れます、これここにマジ、え、売り物ですか、うん、これ売り物ですよ、これ売り物です、これは安いですよ、小さければいいってことじゃないの、空いてます多分見た感じ、鍵かかってますね、あ、あ、じゃあダメですね見た感じこれいいじゃん、あ、でも荷物めっちゃ乗る、いいじゃん、あ、いいじゃん、何個乗せれるじゃん、いいじゃん、これいってく、じゃあとりあえずこれと、うん、とあれとあれで3台で、でいい、あのちょっと柄悪い押し売り業者の、いや怖い感じです、いきます、あー、なるほどね、じゃあ柄悪いお客さんで行くじゃん柄悪い人しかいない、あ、確かにそうなってくるわね、これもいいじゃん、あ、この丸ミラー好きです、あ、クラウンなんすか、あ、マーク2じゃないんだ、これクラウンです、へー、あ、いいじゃん、ワゴンのバンシオですね、え、かわいいかわいい、こういうのかわいい、変えてあって、へー、エンブレムはこれランクルのやつです、そうなんだ、かわいい、バンパーとかも全部白で、これ結構高いですか、いや、これそんなに楽勝、楽勝全然楽勝、これも150万ぐらい、あ、へー、いけるじゃん、あ、乙女さんこれリアルにいいんじゃない、いいね、あ、いいよ、いいじゃん、あ、結構いいかも、こいつ鍵開いてます、こいつ見た感じこれ閉まってます、見た、そこの鍵見てもらえれば、あー、そうですね、見た感じ、同じこと聞くな見た感じ閉まってます、僕は遠回しに開けてくれって言ってるんですよ、そうだよね先生、あ、先生、先生、はい、先生割と近かったです、鍵を意識、鍵を意識、あ、この辺りの、そうね、これいいじゃん、これいいね、うん、かわいい、このクリームがいいね、いい、なんかこういうのが好き、丸目とかオールドなルックね、そうそう、ね、ちょっとね、丸いミラーとか、最初あれをおすすめしてたんですよ、セドリックの、あ、バン、あのベンチの、うん、コラムの木目のやつだ、はい、これでいいじゃないですか、とりあえずね、うん、このえ、いい、代わりがいいよね、いい、このトヨタがかわいいじゃん、え、かわいい、かわいい、じゃあ、あのパンヘッドと、うん、トトロットトトロットも置いていってもらうかな、おー、怖お、お、お釣り来るっすけど大丈夫ですか、ね、まだ金額は最初決定しないんで、うわぁ、うわ、上がるんだ、怪しい、上がるんだ、これやばいぞ、この店、この店、怪しいぞ、やばい、あ、先生、お、パチンコの子怪しい、怪しいね、先生も怪しいね、先生も怪しい、でもこれめちゃくちゃ使いやすいんですよ、確かに、ね、そう、まあ、重なりますしね、重なりますしね、そうそう、持てますし、先生なかなか寄ってくれんな、スロットだ、紹介して先生です、それ以外情報が分かんない、工場長、工場長なんだ、工場長、先生もラップしてるもんね、はい、ちょい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 とかね、ちょいちょいなんですか、みんなラッパーさんだみんなね、うん、琴音さんもちょっとじゃあラップできないよ、コトラップ、ギャルラップ、ギャルラップ、ラップできないよ、奥にスタジオあるんで、あとちゃんとで、あ、やだやだ、撮るとこまで、今日撮っちゃう、今日スタジオやばくない、スタジオあるとすごいね、ここ、倉庫、ここと、ここと、全部だから、あっちも、あっちも、じゃあコーティング屋さんですね、で、裏もある、裏もある、すごいね、やばいよね、超大規模だ、めっちゃいいね、マジで、かわいい、でもちょっと長い、まあ、文句ばっかりいや、でも長いってマジ普通のセダンだよ、多分嘘、うん、そう、長く見えるだけだよ、後ろがあるから、あ、本当後ろここまでしかないんだいいですか、ちょっと見させてもらおう、お、クラウンから、左じゃない、こっちかな、これで開いた、あ、右か、え、左、あれ、あ、あ、開いたんじゃない、さっき、ほら、微妙に、微妙に上がったよ、あ、閉まった、閉まったえ、上がってしまったよね、そうそう、ほらほら壊れてますね、あれ、社長、社長、これ開かないっす嘘だ、社長、そんなことある、うん、本当なんだ、開かない値引き50ですね、こっちもあかんじゃん先生、開かないっすね、あ、ほんとだね、まあ、普通に開いたら面白くないよね、車なんてね、うん、あ、こっちは開きます、こっち開くね、あっちは、ほら、こういう一手間がいいんだよ、琴音さん、ほんと、そう、匂いが、え、何、なんかすごい懐かしい90年代、はい、開けていいですか、いっぱい釣り飾ってありますよね、釣りこれだよね、これわお、
こっちに行く。クラウンの匂いだ。あ、すごい匂い。どこか。お邪魔します。はい。お、あ、広っ。どう。熱い。そこじゃなくない。あ、すごい。いや、シートめちゃくちゃ座りやすそうじゃん。めっちゃいい。広っ。いいじゃん。この時代の国産はいいっすよね。いいよね。本当に、はい。ね。乗り心地タクシー。ああ。本当に、うん。これ何年式ぐらいなんですか。何年なんだろうね。何も把握してないじゃないですか。社長。めちゃくちゃいいじゃん。90年代とかですか。平成1年とかそれ。お、89年。へえ。同い年や。あ、同い年。ああ、見てナビやばいのついてる。でかいね。でかい。あ、ナビついてんだ。めちゃめちゃでかいじゃん。これマイクついてるよ。うわ、電話できる。マイクは結構ついてないですか。え？え、結構ついてるよね。うん、電話。マジで。うん。ハンドル渋。渋いね。ハンドルなんかレースしそう。ね。いいじゃん。後ろも。手書きラップ。はい。手書きラッパー。手書きラッパー。車検で必要なんだ。あ、なるほど。あ、なるほど。手書きラッパー。ああ、じゃあ、あのバイクでいうミッションの。ああ。あれと一緒ですね。いい。いいじゃんこれ。座るといい。広いよ、ね、荷物いっぱい乗るし、犬もね、めっちゃ乗るよ、ね、フラットになるでしょ、多分後ろ。うわ、マジ？うん、めっちゃいいじゃん、ね、お、ありがとうございます。小田さん、鍵を開けるようにしてくれちゃう。これね、小田さん、僕見せたいの違うんですよ。あ、これじゃないの。、はい、これめちゃくちゃいいじゃん、だって本命は違うんですよ。あ、違うの、はい、超いい、ありがとうございます。めっちゃいい。これで決めてもらったら中まで入らんでよかった。あ、ここで終わっちゃう。このチビも乗ってみたら。あ、チビ、まあ、サイズ的にはね、こっちの方が。サイズはね、そっちは空いてます。あ、空いてる。ちっちゃ。2人乗りだからね、これリッキー君一緒に乗ってみたら。いやいや、絶対無理だよ。締めてん。サイズいい。おお。お、ちょっと前から。おお。あ、いいじゃん。おお。いいよ。あ、窓このくるくる系だ。いいじゃん。いい。おしゃれおしゃれ。ね。おしゃれこれ。これさ、ピンクとか塗ろうよ。ああ。ありじゃん。いいね、いいね。小鳥さんが思ってる以上におしゃれだよ。本当？うん。犬乗るし。もうさ、その密集度でさ、声がさ、反響がすごいのよ。声が反響する。これ乗っちゃう、ね、これは無理だよ。ね、あ、マイクぶつかってるし、もうここのドア閉めれん。助手席のドア閉めれんのだけど。あ、ギリ、あ、いける。あ、いいね。あのね、リッキー君ね、これいけてないよ。いけてない。ダメですか。もうだってこっから見るとちっちゃい。もう1.5 人乗りです。いや、2人だよ。リッキーくんじゃないんだよ。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと違う、これは。ちょっとちっちゃすぎます。こっちは、こっちめっちゃ良かった。あ、あり、うん、じゃあとりあえずクラウンで決定で。とりあえず帰るか。とりあえず帰る。もう満足した。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。社長、今回はこの2台を買い取らせてもらって、この企画終了っていうことで。いやいやいや、あ、買い取り企画なの。はい。待ってください。あれ、こいつはダメなんですよ、まだ。この子でももう結構、はい、周りの先輩方にも、もう僕のがって言いふらした。そばついてます。はい。え、でもこれってもう、あれでしょ、ルームのやつでしょ。そうっす。そうだよね。もう、スバどころか正面かけてるんで。マーキングっすか。はい、マーキング。似合う、でも。似合う。似合う。うん、めっちゃ似合う。すごいもん。ほら、来た。いや、でも僕もモデル A ちょっと気になってるなるんで。ああ、じゃあそれを今から買いに行きましょう。いやいやいや、結構ね、値段するもんね。もうそうだよ。ルーム君にこれ高く買い取ってもらって。いい、ね、俺モデル A 買ってもいいしね。じゃあモデル A を俺が仕入れて売りゃいいんだよ。いやいや、高くなるだけじゃない。まあちょっとおいおい。そうですね、これは、はい、顔つき変わっとるもんね。欲しいな。企画が変わってるもんね。うん、かっこいい。確かに似合うね、この感じが。似合う。うん、これがいい。これみたいなこと言うや。似てるね、はい、なんか感覚が。そうっすね。よし、これだな。よし、ありがとうございました。カメラ切って話しましょう。はい、そうです。見ます、中行きますか。すごいっすよ。おお。コンテナが。これかっこいいっすよね、店舗になってて。中お店になってるもんね。服屋さんですか。もともと服屋さんやってて、はい、で、まあ、それをお客さんの待ち合室に改造して、あ、ちょっと後で見せてもらいましょう。今日は本命見せたいんで、はいはい、社長、はい、あ、いや、どうぞどうぞ。あ、え、俺みたいなやつ、俺。水の怖い。これ、わー、かわいい。これです、これ。超
可愛いじゃん。本命本命来ましたね。